皆さんこんにちは、やた鉄です。少し前に大阪の梅新東交差点で交通規制の変更に伴い、信号機の動作を変更する際に行われた手信号による交通整理の様子をお届けしました。梅新東交差点は片側3車線はある大きな、そして交通量も多い主要な国道同士が交わる非常に規模の大きい交差点です。この時はそんな大きな交差点で手信号による交通整理が行われている様子が撮影できたことが嬉しすぎて、めちゃくちゃ簡易な解説を挟んだ速報版に近い動画を投稿しましたが、手信号を記録できた興奮がまだ収まらないため、もっとちゃんとした解説を挟んだ動画を作ってみました。停電、災害、信号機の故障など、いつ出くわすかわからない手信号による交通整理、ドライバーの皆さん、今一度その動作と意味を確認しておきませんか。ということで今回は警察官の手信号の動作と意味、そして実際の運用を映像付きでお届けします。まずは手信号の種類と意味から確認しましょう。手信号の形と意味は道路交通法施行令という法令で厳密に決められていますが、内容はそんなに複雑なものではありません。実は手信号の形は2種類、動きもそれぞれ2種類、合計で4種類しかないんです。ちゃんと知っておけば大したことはありません。まず形の話ですが、手信号は警察官が手に何も持たず生身で行う場合と、発光する誘導棒を持って行う場合の2通りが定められています。通常の手信号は腕を水平にしている、もしくは腕を頭より上にまっすぐ上げているか、この2種類だけが規定されています。一方、誘導棒を持っての手信号は腕を左右に振っているか真上に上げているか、この2種類の動きが原則となります。ここで問題がありまして、誘導棒を持って手信号を行う場合、青信号の動作は灯火を横に振っている状態と定義されているんですが、その棒の振り方が定義されていないようなのです。様々な動画と資料を見たところ、警察官が誘導棒を1本だけ持ち、肩より下で振り子のように誘導棒を振るケースがあれば、両手で誘導棒を持ち左右の腕を交互に曲げて頭の方に誘導棒を寄せるような動作を行うケースもありまして、灯火を横に振るという動作になっていれば、その振り方までは厳密に決められていないようでした。今回の実例では後者の方、誘導棒を両手に持ち頭の方に寄せる動作で手信号が行われていました。なお、誘導棒を持って手信号を行うケースは法令では灯火による信号という位置づけになっていますが、紛らわしいのでこの動画では誘導棒を使っての手信号と呼ぶことにしますね。以上が手信号の形2種類、動作2種類、合計4種類の全てで、要するに誘導棒があるかないかで青信号の出し方が若干変わるというだけです。手信号実施時、交差点の通行権が切り替わるのは警察官が腕または誘導棒を真上に上げた後、体の向きを変えて水平にした、または灯火を振り始めたタイミングになっています。つまり青信号が出るまでは赤信号です。これらのルールを覚えて、それでは実際の映像で確認してみましょう。最初に青信号の出し方から、警察官が上に上げた手を下ろし水平にするか、誘導棒を振り始めた時から青信号が出たことになります。この時は腕の向きと並行する道路、もしくは誘導棒が振られている方向から交差点にアクセスした車に対し青信号が出ていることになります。一方、警察官のお腹か背中が対面する道路に対しては赤信号が出ている状態です。腕を真上に上げると、先ほどまで青だった道路に対して黄色信号、止まれを指示していることになりますが、警察官のお腹か背中が対面する道路に対してはまだ青信号は出していません。戦術の通り、自分の走っている道路に対する青信号が出るまでは赤信号のままになりますので、この段階でも警察官のお腹か背中が見えている道路の車両は赤信号のままです。あとしばらく待ちましょう。続いて警察官が向きを変えます。まだ腕を下ろしてはいませんので赤信号のまま、焦ってはいけません。腕を水平に下ろすか、誘導棒を振り始めた時に初めて青信号を出したことになり、
交差点の通行権が交代します。先ほどと同じく腕が水平に伸びている方向、灯火を振っている方向が青信号、警察官を定時に捉えられる道路の車に対しては赤信号です。これが法令で定められた警察官による手信号の全てとなっています。この感じ、信号機の動作を一度でもじっくり見たことがある人にとっては変な感じがするんじゃないかと思います。信号機による交通整理の場合、ある道路に向いた信号が赤になってから別の道路の信号が青になるまでに全ての信号機が赤になる全赤信号という状態が設けられるのが一般的ですが、手信号の場合には警察官が車の流れを目視で確認し、それに応じて交通整理を行うため全赤信号状態は挟まれません。強いて言えば、腕や誘導棒を上に上げてから方向転換した後、腕を下ろすまでのわずかな時間が実質的な全赤信号です。法令上はある方向に対する信号が黄色から赤に変わるのと同時に別の道路に向いた信号が赤から青になることになります。この感覚の違いを覚えておきましょう。手信号が行われるというのはかなり珍しく、狙って見に行くか、災害時に運転でもしない限りドライバーが一生に一度出くわすかどうかという場面であり、ましてや幹線道路同士が交わる大きな交差点で実施されるというのは災害に備えた訓練でも滅多にありえない光景です。それだけに、この梅新東交差点での手信号では青黄色赤を示すだけだとどうしても裁ききれない交通が出てくることを考慮し、法令に記載された例外規則が発動している場面が何度かありました。先ほど手信号の動作は2つだけと紹介しましたが、実は動作は2つだけでも法令に記載されたルールには括弧書きで次のような文が付帯します。青信号を示す腕を水平にした状態については、その青信号はいつまで有効であるかについて、腕を水平に上げている間だけではなく、その腕を下ろして体の向きを変えずに交通整理をしている状態を含む、つまりこの状態です。いや、体の向き変えてるやんとか、しょうもないことにこだわってはいけません。この警察官は今誘導棒を持った腕を下ろしていますが、この状態でも青信号は継続です。前の車に続いて進みましょう。黄色信号を示す腕を真上に上げている状態についても、一度上げた腕を次に水平に下ろすまでの間を含む、このように記載があるんです。先に触れた手信号の意味の紹介でルールの原則について、通行権の切り替わりは警察官が体の向きを変えて腕を水平にしたタイミングであると紹介したのはそのためで、警察官が手信号中に信号を示すのを一時的にやめても、その直前まで出ていた手信号の原時は次に違う信号を出すまでそのまま有効であることが法律に記載されているんです。で、次の映像を見てください。腕を水平にし青を示していた警察官が腕を上に上げました。ここで黄色信号を示したわけですが、この後体の向きを変えて交差道路に青を示す前に右折車を誘導棒で指差し、さっさと行けと指示しました。そう、右折車だけを通し始めたわけです。これは完全に法令で手信号として決められていない指示であり、単純な交通整理であると言えます。法令にない交通整理が手信号実施中の交差点で見られるのは極めて珍しいものであると言えます。他にも右折車に対して交差点の中央まで来て止まれ、対向車の様子を見て進めと指示するからそれを待てというような指示も行われることがあります。これです。右折しようとしたタクシーに対して誘導棒を横に示し、そこで止まれと合図していることがわかります。対向車が来なくなったことを確認すると右折車に曲がっていいと指示するため、今度は誘導棒を肩より下で振って右折車へ合図を出しています。こんな感じで手信号実施時にはそれとは別に警察官による誘導が行われるケースがありますので、警察官の指示に従っても通行しましょう。その他、知っておいて損はないかもしれないドライバー向け情報です。運転免許の引っ掛け問題対策にも活用してください。信号機が設けられている交差点で信号機が通常通り動作している場合でも、警察官が手信号等により信号機と異なる指示を出している場合には、信号機の表示よりも警察官の指示が優先されます。これは道路交通法第6条で定められているものです。
例えば信号機は青を示していても警察官が止まれとドライバーに出している場合には警察官の指示に従い止まらないといけません。これも実例の映像があります。というか実例の映像を見るとより分かりやすいかもしれません。大阪府岸和田市では毎年9月中旬の3連休に岸和田だんじり祭りが開催されます。このだんじり祭りでは車が通る道路をだんじりが横断する場面があります。だんじりが接近すると信号機にかかわらずだんじりを優先して通すことになるため、車が通る道路の信号が青でも警察官が車に対し止まれの指示を出し、だんじりが通るまでそのまま停止させます。これがまさしく警察官の指示が信号機より優先される場面の実例です。警察官の交通整理が信号機よりも強制力が強いことは絶対に覚えておきましょう。交差点や横断歩道等において警察官による手信号が行われている場合、止まれの指示があれば原則停止線で停止します。停止線がない場合は交差点の入り口で停止します。まあこの辺は空気を読んでいれば自然とその通りの運転になると思うので問題ありません。事故等により片側交互通行が行われている場合など、交差点ではない場所や停止線がない場所で停止の合図を受けた場合には警察官の1メートル手前で停止することが必要です。学科試験に臨む際にはこの辺りを押さえて挑みましょう。ということで警察官の手信号について詳しく見ていきました。梅新東交差点で撮影した警察官による手信号の映像は別動画にて、記録した映像をほぼすべてノーカットでお届けしています。手信号に興味があるという皆様、ぜひご視聴いただければと思います。ご視聴ありがとうございました。動画をお楽しみいただけましたら、チャンネル登録や高評価をしていただけますと励みになります。ヤタ鉄の秘密基地では動画ネタを随時募集中。あなたの身の回りに変わった信号機、よくわからない交差点、ここだけの鉄道アナウンス、変な駅や電車ダイヤなど面白いものはありませんか？具体的な場所と内容を添えてぜひコメントでお知らせください。ヤタ鉄がいつか動画で取り上げるかもしれません。この動画はここまでです。またお会いしましょう。ほなまたね。